牛乳パックを開けようとしてうまく剥がれずしょうがないので反対側から開けようとしてまた失敗してしまうとき、本屋さんで集めてるコミックの新刊が出てると思って買って帰ったら家に同じものがあったとき、デパートの駐車場で自分の車の置いた場所を忘れてしまったとき、お目当てにしていた広告の品がすでに売り切れてしまっていたとき、お風呂に入浴剤と間違えて洗濯用洗剤を入れてしまい泡泡になってしまったとき、コンビニのレジで店員にお釣りをちょっと高いところから落とされたとき、納豆を食べ終わった後ティッシュで唇を拭いたらティッシュがこびりついて取れなくなったとき、当たりが入っているのにいつまでたっても目押しができないでいるとき、どんまいどんまいパチスロどんまい中吉、どんまいどんまいパチスロどんまい中吉。